門のピアスが弾けた。レイニーナイトオンキスみたいに輝く。街を出ると言った電話の声に仕方ないわと受話器を置いた夜愛はいつでも素直じゃなくて少し冷めた二人の恋演じてる怪物は。ほら怪物なんて綺麗だよ。でもこの店では怪物のマスクをかぶっていただくのが決まりなんですよ。これなんかどうです？お似合いだと思いますが。何を言ってんだおめえバカタレが。俺っちはもう化けてんだよ。おお、なんて名前の怪物です？次元と五右衛門よ。早打ち0コンマ3秒の怪物さ。ん？ルパンはどこだ教えろよお前。わかりませんな。いいか、抜かるんじゃねえぞ。俺ルパン殺す。私のこと覚えてる？よー、ロゼッタばあさんじゃねえか。覚えてる覚えてる。もどしぶとく生きてたの。葬儀屋の手配なら俺が心配してるから、もうじゃんじゃん飲んでくれ。まあ嬉しい。ありがとうよ旦那。
その銭形ってインターポール野郎が俺を追い回すわけ。じゃあそして来たらな、閉じて間抜けでアンポンタンで思わず大腸筋がしゃっくりするくらいの大ドジ。失礼しまーす。ルパン様、東京から宅急便でーす。おお、こだこだい。ルパンだ。もしかして藤子ちゃんからの愛のプレゼントだったりして。いえ、悪かったな、ルパン。思わず大腸筋がしゃっくりする銭形だ。どじで間抜けでアンポンタンの銭形だ。どうで恐れ言ったかい。あら、聞こえちゃってた。ごめんちゃい。ああ、あいにく昨日床屋で耳掃除したばっかりでな。いや、知らなかった知らなかった。お願いお願い、もっともっともっと、ね、くそっ。こら、何をするんだ。やめろ、やめんと対応するの。とっちゃん、シンバルがよく似合うぜ。キスしてやりてくれだ。おお、キスしてもらおうじゃねえか。ほんと付き合いきれないんだよね。ほんじゃバイビー。待て、逃げると卑怯だぞ。お、よし。待てルパン。おお、またつまらぬものを言うな。ん？ベロー。
なぜあの手長猿は生きているんだ。とっくに死んでるはずじゃなかったのか、コアルスキー。手違いがあったんだろう。心配するな、二代目。明日の朝までには片付けさせる。どうやって？ハドソン川に浮かべるのがいいか、それとも沈めるのがいいか。ね、浮かべてくれ。川を見ながら恋人とワインで乾杯することにしよう。オーケー。昼ちょうどに浮かべてやるぜ。今そっち行くから。ねえ、ひにゃん。もう。おい、ぎっくりぎっくりし。にょにゃろ。ひにしししし。いい。いい、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうの。もう、どうよ。あ、そうだ。なんだ、なんだ、ジローワールパン、マジ、待て。その時こそ、その時こそ、いや、なんでもなんの、なんのなんの。分かってますよ。売り上げの半分をマルチアーノの親分に差し上げりゃいいんでしょ。サム、金の計算ならそいつに任しとき。No? おお、こんなにもうか。そそんなそんなそんなお札のダンス、バラ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 。あじゃに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 。取り逃がしただと。これが見えるかマイク。ただの吐いただけじゃねえぞ。いいかウィリー。はい。いやしくもニューヨークマフィアと呼ばれるものなら、こいつを一度目にしたら恥じらいで顔をあからむ。二度目にしたら恐れで顔を青ざめ。三度目にしたら紫色になり。それでおしまいという代物だ。そうだ、死の吐いただけだ。分かったら後ろ向き。よし、目をつぶれ。歯食いしばり。こ
この老人だ。老人。うわあ。プレゼントするから帰ってくれ帰ってくれ帰ってくれ。そうはいかないのよ。あたしはね、その日の借りはその日のうちに返す主義なんだから。ああ、ちょっとばあさん、何考えてんだ。どうだいルパン、あたしの踊り、これでも昔は世界股にかけて踊りまくったもんなのよ。うわあ、もういい、やめてくれロゼッタ。もう十分に貸しは返してもらったよ。野暮な人だね。何もあたしは踊りで返そうなんて思ってないんだから。何？さあルパン、あたしを抱いて。ちぇー、わぁ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 、かわいいわよルパン。よげろおせだ、素敵なお話してあげる。結構です。昔々、紀元前5世紀の頃、それまで繁栄を続けていたメソポタミア文明の都市バビロンが新興ペルシャの大軍に滅ぼされたんだとさ。ところがバビロンが滅びる寸前に現れた神様がバビロン中の宝を集めて隠したんだとさ。ほう、でそれから。その神様が隠した宝物をバビロンの財宝と言ってね、この食材。ふや、まだいる。おいでなすったな、ニューヨークマフィアのゴキブリども。ロゼッタ、話せ話せから。俺がやるぞ、チン。ノー、俺ルパン殺す。さあどいてろババア。ルパン死ぬなら一緒よ。やだややだ。この俺に鉛の玉は通用しねえのさ。金玉、いやじゃなかった、金の玉か。ダイヤモンドなら受け付けてやってもいいけどもな。さあホールドアップだ。済んだのか。いやまだだ。黙って返してやねえだろ。のう、ばあさんよ。Can I get down by candlelight? Yes, I'm back
影。If your heels are nimble and light, you might get there by candlelight. 逃げ足の速いばあさんだこと。さあ、一列に並んでもらおうか。わっせ、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 ルバンバカ、ルバンバカ、バケーって悔しい、花一問目。なんだこりゃ一体。ロゼッタばあさんが置いてったお土産よ。ん？こいつはどえれえ代物かもしれねえぞ。俺がマルチアーノに接近し、バビロンの秘密を嗅ぎ出そうとしてるのを知ってやがるらしいな、あのばあさん。一体何者なんだ？西洋古事記。何を書いてるの、マルチアーノ。テナガザルを書こうと思ったんだが、変更したのさ。昨夜すごい夢を見たんでね。あら、今度は黄金のライオン像。こないだは黄金の棺だったわね。あなたってとっても夢見がちな人なのね。でも本当にバビロンの財宝なんてあるのかしら。あると思う。私の言うことが信じられないのかね。いつも口先だけなんだもん。そろそろ態度で示してほしいわ。エンゲージリングにどうかね、藤子。勘違いしないでね、マルチアノ。あなたがバビロンの黄金を見つけたら愛してあげるって言ったはずよ。バビロンの黄金はもうじき見つかる。私の組織が総力を挙げて探してるんだからな。これは私の思いつきでやってるんじゃない。私の親の代から続いてるちゃんとした事業なんだ。もう聞き飽きたわ。そろそろ東京へ帰ろうかしら。藤子。上がってきたまえ。態度で示そうじゃないか。いいわ。でもちょっと待って。開け、ごま。私の父がラッキールチアーノに縄張りをいずれ渡して引退したのは、何もドンパチに嫌気がさしたせいばかりじゃない。父がバビロニアの黄金探しに夢中になってしまったからだ。きっかけはマジソンスクエアガーデンの地下鉄工事現場から見つかった粘土板だった。バビロニア文字を刻んだ粘土板が何だってニューヨークのど真ん中の地中から出てきたのか。それは
今でも解けない謎だが、それからというもの、私の父はギャング家業からきっぱり足を洗ってバビロンの遺跡の発掘に打ち込むことになったんだ。悪いことに、ちょうどその時大規模な発掘調査団をイラクに派遣していたのがヒットラーだった。ヒットラーも私の父と同じものを探していたんだ。黄金だ。バビロニア中の黄金を集めてネブカドネザル王が作らせたという黄金の塊だ。塊？それがどんな形をしているかは分からない。しかし黄金に間違いはない。父の掘り当てた粘土板にはちゃんとそのことが書いてあるんだ。そして私はその事業を引き継ぎ、暗黒街の仕事は若頭のコアルスキーに任せることにした。藤子だ。他のガラクタには見向きもしない。じゃあこれが有名なマンハッタン文書ってわけ？ああそうだ。マンハッタンから出た粘土板の破片は全部で50枚と言われているが、ここにはそのうちの40枚がある。へえ、あらおかしいわ。くさび型文字ってへこんでるはずじゃない？これ出っ張ってるわよ。ひょっとして裏文字なんじゃないかしら。そいつが読めるのか？まさか。恐れ入ったな藤子。君の言う通りだ。マンハッタンのバビロニア文字は全部裏文字で書かれているんだ。やっぱりルパンの言ってた通りね。何？ルパンもこれと同じのを何枚か集めてるのよ。こんなにたくさんじゃないんだけど。まさか。じゃあ奴も同じものを狙っているというのか？あら、知らなかった？バビロンの黄金のことも、あなたのパパのこともよく調べて知ってるのよ。もちろんあなたのことも。殺してやる、殺してやる。あの手流せる、コソ泥め。コソ泥だなんて、ルパンが聞いたらなんて言うかしら。ああ隠しカメラだな。盗み撮りしたのか。キャーイッチー、いやらしいわね。あたしもどうしようっていうのよ。ルパン、ここからは出られんぞ。いいから眠んなよ。お前の声ならちゃんと録音しといたもんな。開く、おま。バビロンのお宝、俺がいただくぜ。じゃあおやすみ。今回のお仕事は？頑張りまっちゅ。最近の女子大生について。かわいいし。嫌いな食べ物は？タコ。あ、そうだ、エスカルゴ食べにパーリー行こうっと。銭形警部に一言。長官、何とぞこの銭形にルパン逮捕のための直属の部下をお付けください。嫌いな食べ物は？タコ。あ、そうだ、エスカルゴ食べにパーリー行こうっと。銭形警部に一言。にベロベロバー。ルパンのやつ、ベロベロバー。やっとこの銭形をこれにしようってな。ベロベロ、こんにゃろ。銭形君、今日限り君をルパン逮捕の任務から外す。
なんでそれ、長官そんな無茶な。君の新しい任務は。なんなんなん、長官、この銭形はただただルパン逮捕のためだけに。なんなんなん、文句あるなら解任だ。ご通行中の皆様、お騒がせいたします。こちら ICPO の宣伝バルーンでございます。北はアラスカの果てから南はニューギニアの奥地まで、世界各国の警察から選び抜かれた50名の婦人警官がその美を競い合う ICPO 主催インターナショナル婦人警官ビューティーコンテスト、楽しみに。エントリーナンバー9、アメリカ代表ミス・キャラメイ。エントリーナンバー11、中国代表ミス・キン・ジョン。エントリーナンバー35、ソビエト代表ミス・ジャック・スカイヤー。アラッシュ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 。エントリーナンバー41、ケニア代表ミス・サランダ。ハッケニアハッケニアハッケニアハッ。それでは発表いたします。エントリーナンバー26、イタリア代表ミス・ラザーニア。どうしてあんなブスが選ばれるの。審査基準が絶対おかしいわ。疑惑が残ります。コンテストもう一度やり直すって。どうなの、返事をなさい。なんたることだ。世界に冠たる ICPO がこんな暇つぶしをやっていていいというのか。銭形くん。長官、どうしたんでありますか。君をルパン逮捕の任務に戻す。本当でありますか。長官、自分はルパン逮捕に。銭形君、ついでに引き取ってもらいたいものがある。今日から君の直属の部下たちにする。ラザーニアもつける。見てろルパンめ、今度という今度こそ貴様を監獄へぶち込んでやる。チョンチョンチョンチョチョン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 。さーて、お楽しみ、マンハッタン文書の解読はと。神が命じて黄金を国中から集めさせ王を作らせた。その位置はバビロンの南、キューピッド。で国中の黄金ってところが気に入ったぜ。おそらく何万トンって量になるでしょうね。悪いな、ルパン。俺は神様が出てくる話は信用しねえことにしてるんだ。俺だって信用してねえさ、そんなもの。神様なんてどうせ王様が出汁に使った出汁柄にちげえねえんだもんな。バビロンの宝は信用するとしても古文書の出所が気に食わぬ。なぜ今アメリカなのだ。なぜニューヨークの土の中でなければならんのだ。そこがほれ、この話のすっとんきょう、開けてびっくり玉手箱のところなんでないの。降りる。おい、待ちなよ、ゴエモン。この玉手箱は俺がきっと開けてみせっから。うん、おい、次元。古くはアレキサンダー大王が探したってどえれえ黄金なんだぞ。近いところじゃナポレオン、それにヒトラー、世界制覇を企んだ英雄たちがみんな夢中になったお宝を、あんなケチなギャングどもにくれてやろうってのかよ。頭を冷やせよ、ルパ。おじけづきがあったな、次元。
誰が降りると言った？コニャックが切れた。コニャック、コニャックでも食ってろ。粘土板の湿度状況はっと。なんだ？ルパン愛してるのよ。ギャ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 ーララララララ。ごめんなさい。愛ってなに？キスすること？そんだったら勘弁して。あらやだ、アレックスなんか一日に100回もキスしてくれたのよ。あ、アレックスって誰だ？アレクサンダーよ。レオちゃんも私のことが好きでね、いつもイチャイチャしてくれたの。おかげであの人睡眠不足になっちゃって、よくお馬から落っこっちゃったのに。それいつのことだ、ばあさん？ウォータルーで戦争があったでしょ、あの時のこと。じゃあレオちゃんってナポレオンのことか？そうそう、ナポレオンちゃん。かわいい人だった。ダメだこりゃ、まるで話が見えねえわ。バビロンの南、わあ、もういいもういい、やめてちょうだい。ちょちょちょ、こんなとこにあったわ。どこ行っちゃったのかと思ってた。はあ、びっくりした。よっくらしょ。76年ごとに光るバベルの塔に立てよ。なあばあさんや、その食台にあるほうき星とバビロンのお宝と一体どんな関係があるんだ？神様はね、ほうき星に乗ってやってくるの。バビロンの黄金を見物しにね。それでお前さんは神様の道案内でもやろうってわけ？ほほほほほ、ルパンバビロンに行くんだろ。覚えとくといいわ。暗い穴がきっとあんたを待ってるよ。暗い穴がね。ルパン愛してるの。よしてくれって。本当よ、愛してるのよルパン。わかったわかった、プラトニックでしょ。まあ意地悪。How many miles to Babylon? Three score miles and ten. Can I get there by candlelight? Yes, I'm back again. How many miles to Babylon?2500年生きてきたってのか、あのばあさまがよ。んなバカな。ん？あっ！のアジトへ案内すれば命は助けてやる。コワルスキーか、バビロンまでどうやって行き着くつもりだ？歌にある通りだ。ろうそく灯して行けるかな、ってやつか。そうとも。
ゴキブリども、ろうそくともしていけるかな。行って帰れるさ。いいとも、コワルスキー、ろうそくをつけろ。行こうじゃねえか、次元よ。ゴエモン、行くのか行かねえのか。大した腕だ、二人とも。へえく、ねえ、さあ乗ってくれ、ゴエモン。仕事だ。テリーヌと子牛のステーキター合成だな。あ、ワインは59年のボルドーでネスパー。かしこまりました。フォアグラのテリーヌだと。ナッパの油炒めでたくさんだ。おい、俺ルパン殺す。用意はいいな、チン。俺ルパン殺す。人間考えることはそう違わんもんだな。誰かこいつらにワッパをかけとけ。手錠かけろとおっしゃるんですか、警部。そうだ、ルパンのための手錠です。前の車両に4、5人、後ろの客車にも同じく1人は。うわあ、にワインリストです。単独行動は禁ぜる。まず引きつけろ。脳殺しろ。これね、私も。かしこまりました。あららららららら、まあまあ、俺好みのグラマーちゃんがお揃いで、そっち行ってもいいかしらん。イエス、カモン。カモンだって、お邪魔します。
製の眠り薬だ。おいでなすったかな。ルパン、席を移そう。ん？いやー、いいー。眠れルパン、ぐっすりとナマコのようにな。あ、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 何事だ。せっかくの衣装台無し。見えて腹っしょ。手を挙げてルパン、私は ICPO のサランダ府警よ。あなたを逮捕するわ。ああ、ああ、どうした。ああ、貴様、盗っ人の分際で府警にまで手を出すとは。ああ、いやいやいや、ちゃうちゃうちゃう。出なさい、おとなしくオーナーを頂戴しろ。そんなことより乗客を避難させた方がいいんだねえのかい。何、ほんじゃな。待て、ルパン。うわあ、あの、私神社を。ゴエモンと申す。ごめん。これ待てるべ。わあ、こちら。もう逃がさんだ。危ない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 。おい、レバン、やっ、もう待て、待て、ルパン。まったく失恋だな。あっちょーん、なんだ貴様。ちょーん、ちょーん、エヴァン逮捕だ。おお、よくにゃい。頑張るじゃん。のれ、貴様を捕まえるまでは喜ぶな。ちょっと、こちょ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 。あっちゅう、あばよ、とっちゃん。くそ、ルヴァン、逃げ切れると思うなよ。ゴエモン、どうしたんだい。忘れまい、大輪の花のようだ。惚れたな、ゴエモン。なるへそ。
バビロンの遺跡から南の方へまっすぐに掘り進んでいるイタリアの発掘隊があるのよね。隊長はタルティーニ博士。違うか？え、そう。イラクの王政が倒されるまではマルジアの財団で働いてた男だ。まあ早い話が洞窟屋ってわけで。そのタルティーニ隊が何か掘り出したのだ。ええ、つい10日前にね、バベルの塔よ。何？バベルの塔を撃った。よせ、あい、バベルの塔ならとっくの昔に発掘されてらな。バビロンの神殿跡に旧約聖書に書かれてあるのとそっくり同じ文句の粘土板が発見されて、そいつがバベルの塔だって定説になってるんだろ。ところがあれは第二の塔で、こっちの方がもっと古くて由緒正しいんだってタルティーニは言ってるらしいのよ。ひょっとするとマルチアノのやつもうお宝を掘り当てちまったかな。何万トンとか言っていたではないか。そのような重いものをどうやって運ぶのだ。やつのこった、軍隊動かしてでも持ってくさ。わ、すげえ。こんなにでげえもんとは思わなかったぜ。第二の塔なんてねえじゃねえか。そうなのよ。まさかあの丸いところが塔のてっぺんなんじゃないでしょうね。まあとにかくあの辺りにお宝が埋まってるってわけだよ。うん、来やがった来やがった、マルチアーノのお出ましだ。この調査隊はマルチアーノが全額出資してんのよ。はあ、ああ、いらっしゃい。いや、タルティーニ。よし、やるな、夜になってからだな。ところでゴエモン、このザクどうやって使うんだ。うえあらら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 、うわたたたたたたた、うわあ、どっちどうだ、うわあ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 、こいつひでえおもてなしだ。クワバラクワバラ、おいした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 おい。How many miles to Babylon? Three score miles and ten. 思い出したわ、ロゼットばあさん。スコアってと、確か裂け目って意味だろ。とすると、落とし穴あと一つか。
うん。よっと、早いスマイスカルイセット。どうだい、俺の考えた通りじゃねえのよ。うん？ロゼッタ、いるのか？幻聴だ。ルパン、待っていたわ。ロゼッタよ、私は遠い昔に神に使わされてこの地球に降り立ったのよ。その神様が76年ごとに空からやってくるなら、その神様の乗り物はひょっとしてほうき星かな。そうよルパン、私はずっとここに眠っているの。76年ごとに目を覚まして地上をさまよい歩いてバビロンの黄金を探し回っているのよ。妙じゃねえか。神様ともあろうもんがどこにお宝があるかぐらいわからねえのか。わからない、わからないのよ。泣くんじゃない、お昔のロゼッタちゃん。ふわぁ、ちゃんとしろこの。バービロンの宝の秘密をこともあろうにマザーグースの歌に仕込んどくなんて、バービロニア人も洒落た真似をしたもんで。バービロン、あぶれあぶれあぶれ。バビロンの黄金、こいつが。苦労は絶えないんで。とうとう見つけてくれたか。これがバビロンの黄金か。死んだ親父に代わって礼を言おう。お前の役目はもう終わったんだ、どけ。これだ、これが夢にまで見たバビロンの宝だ。お
金の玉かダイヤモンドの玉なら受けるって言ったな、ルパンさん。見ろや。無理して特別にあつらえたんだぜ。うん、ルパン死ぬ、俺殺す。さあ、どうかな。どけるか。タコに乗ってやがった。おい、タコです。負けて悔しい。ただ一問目、もうこまでおいで。バカ、国中の黄金を集めて作った西はちょいとちっこいんだよな。まあいいか、そうこいくとこっちはでっけえや。皆様、アレチグリス川、こちらがユーフラテス川でございます。ここに人類最初の文明が生まれましたのは徳5000年に遡り、りゃあ変なのが遡ってきやがった。りゃあ誰だ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 、こんな悪いことするやつは。そうだろう、藤子ちゃん。持ち出すの？どこへ持ってくつもり？任しといて。この国の大統領のとこへ持ってったらどうかしら。きっとたくさんお金くれるわ。そしたらばね、たくさんワインが買えるわよ。そんなことしたら逮捕されちゃうに決まってるでしょ。あら、どうした？いいから任せといて。そろそろ行動に移るべきだと思わない？あんな無能の男の下ではとってもルパンなんて捕まえられないわ。そうよ、やることがドジで間抜けでアンポンタンなんだから。時々おならはするしね。もう我慢できないわ。乗り物が来たわ。水とオイルを少し分けてもらってくれ。粗相のないようにな。任せてね。はあ、はあ、あらっしょ。こら、何を考えとるんだよ君たちは。いや、そんなクエト君に対する挑戦だなどと大げさに取られては困る。歩いて帰ってね。こら、ほんの出来心なんで、そこんとこよろしく。おい、待て。おい、おい、獅子像を返せ。抵抗すると命はないぞ。あんにゃろう。なぜ？
やだよ。もうやる。何をこの野郎が。なんだ。クエイト君のお出ましらしいぜ。どういうわけか知らねえが。おい、どう。出て出て出て。申し受ける。突っ込むがよかろう。よし来た。そら行け。し損じたな、ゴエモン。いや、違う。わあ、危ねえとこだったんだね、ゴエモン。えらい。まあ、よくあそこで気がついたもんだ。斬鉄剣で鼻は切れん。これは東洋の神秘ってやつだな。エルペン、おとなしく縄を頂戴しろ。わしは撃たんと約束する。であるからして、そこでジーポート。おい、ほら、ザクスカヤ吹け、撃ってはいかん。いかんというのに、おやく、何をするに、小屋さんが、喉を食い破られたか、首をねじ切られたか、はたまたあばらをへし折られたか。おとなしく押し、ほら、よし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 、どいて。照準よし、発射。これ水陸両用。ねえの、こっちだって。スイジャンってもなったいけ、この大きい。くそ、ルパミ。やい。いや、まぐれあたりということもあると思ってな。なに、絶望しちゃいかんぞ。信念を持つんだ、信念を。沈め、沈没しろ。沈め、おだだだだって沈む。お、ルパン。ムカ。ああ、こら、フジコ、離れろ。くっつくなって。大方クエートあたりの大金持ちを口説いたに違えねえ。
お宝を引き取ってもらいついでに豪華船に乗って世界旅行にでも出かけようって寸法なんだろう。まあそんなとこだろうな。悔しくないのか、ルパン。ちっとも。藤子なら次の大仕事には必ず出張ってくるにちげえねえもん。ん？次の大仕事？ああ、この一件の続きだ。バビロンのお宝があんな小粒なわけがねえだろ。もっともっとどうでけえのがあるんだよ。何？そいつがどこにあるのか、やっと見当がひらめいたところさ。どこなんだ？ニューヨーク。なんだと？なんだ？藤子、約束を果たしてもらおうか。約束？なんだ、ルパンの一味がまたニューヨークに現れました。なんだと？何しに来たんだ？決まってるだろう、お宝を取り返そうってのよ。よーこいっとさん、俺だ。またマンハッタンに舞い戻ってきたんだよ。おけど勘違いしねえでくれよな。俺はお前たちのお宝には手は出さねえ。だからお前たちも俺にちょっかい出さねえでくれ。分かったかで、アンダースタンド。うん、小沢くんのも今のうちだぜ。け、トンチキめ。殺して殺して殺して渡さないから、誰にも渡さないから。ママ。まただ。二代目は三度言ったぞ。殺せ、殺せ、殺せとな。その通りにしろ。わかりました。マイク、何か言うことがあっか。助けてください。言うことはそれだけか。お願いです。助けてください。二度ルパンをやり損なって三度目が次元大介だ。奴のそばまで行きながら仕留められなかったな。動くな、ケツに灰が止まっとる。片付けろ。
この下もどでかい空洞だぜ。見ろ、次元、本物の金塊だ。え、なんだと掘り当てちまったぜ。こいつがバビロンの黄金だってのか。ガッハッハッ。ところでどうしてここだと分かったんだ。なに、例のマンハッタン文書ってやつが丸く飛び散ってるのが分かったんでな。円の中心を掘りゃなんか出てくるんじゃねえかと思ったまでのことよ。その表面に書いてあったくさび型文字がハンクみたいになって飛び散っていたんだと仮定してみたんだ。ああ、なるほど。それで裏文字の謎が解けるな。黄金のバベルの塔はバビロンのあの遺跡からそっくりそのままこっちへ運ばれてきたってわけだよ。運んだのは誰だ。知らねえ知らねえ。2500年の昔に一体どんな輸送手段があったってんだ。知らねえってば。まあその先言うとな、宇宙人だの神様だのってお前の綺麗な代物がお出ましになっちまうじゃねえかよ。一杯やりたくなってきた。時間がねえんだ、次元。時間？もうじき宇宙人がこいつを取りに来るんだよ。え？なんだって？ロゼッタ婆さんが言ったんだよ。76年ごとに光るバーベルの塔に建てよう。76年ごとに巡ってくるほうき星があるだないの。ハレー彗星か。そのハレー彗星が一番地球に近づくのが明日の夜11時なんだよ。あと25時間。全部金の塊だなんて考えただけで気が滅入るぜ。まったくだ、なんだかアホらしくなってきやって。もういいだろ、十分だ。ボート2杯分だもんな。ああ、それよりグラス1杯分の方がありがてえや。それもそうだな。サム、しばらくだな。え？お、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 またつまらぬものを切ったか。わあ、じゃあ情けねえな。こんなとこにいていいのかい。76年目は明日だぜ。もう分かったんじゃないの、光る塔はどこ。そいつはマジソンスケアガーデンだ。そうかい、ありがとう。藤子がマルチアーノのとこに捕まってるよ。なんだって。頼むぜ。おい、ちょちょちょ、
子こしらけごま。待ってたよルパン。恥気を捨てろ。こいつが見えねえのか。こいつをちょいと握りゃ100メートル四方は吹っ飛ぶっておっかねえ強力爆弾だぜ。ご強度者やめろ。おめえのやり口はよくわかってるんだ。藤子を手にかけるなんて真似は絶対にしねえはずだろ。見ろ、マルチアの紹介はこれっきりだ。え？今日からマンハッタンはこの俺が仕切る。先代と一緒に俺がこの建物を設計したんだが、ここよりもっと面白い場所がある。案内しよう、この世の見納めにな。ごめんね。マンハッタンの岩盤の底には真っ黒な川が流れているんだ。お前たちもここで処刑された虫けらどもとどこかで落ち合うがいい。バベルの塔の中だ。黄金のバベルの塔のな。え？めったにお目にかかれねえ景色だぜ。ローゼッタ婆さんも隅に置けねえや。多分あそこにいるんだろうぜ。何がなんだかさっぱりわからないわ。ねえ、説明してるパン。昔々神様がバビロニア中の黄金を集めて人間に塔を作らせたんだとさ。神様はほうき星に乗ってやってきて空の上へその塔を持ってったんだとさ。ところが何の拍子か知らねえけど途中でそいつを落っことしちまったんだとさ。そこは誰もいない陸地でした。それから2000年、人が住み恋をしてそこはニューヨークという町になりましたとさ。はい、おしまい。これがバベルの塔なの？なぜ？なぜ神様は黄金を盗もうとしたの？好きだ。何に使うの？お金に使うんでねえのか。神様もお金使うの？使うんだよ。何に使うの？欲しいもの買うんだ。欲しいもの買ってどうするの？食べちゃう。あららら。
ねね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 痛いよ。大丈夫か？ねえ、どうやって運ぼうかしら。何を？バビロンの黄金よ。へえ、大星様でも見ながら考えたらどうだ。神と呼ぶ人もいたわ。私は見失ったバベルの塔を探すために地球へ送られたのよ。私には76年目しか帰る機会はなかった。なんて長い時間だったろう。そうか、俺にこいつを探させたんだな。そうよ、アレクサンダー大王にもナポレオンにもヒトラーにもできなかったことをあなたはしてくれたの。ありがとう。こいつは俺のもんだ。あんたたちなんかには渡さねえぞ。あなたを愛してるわ。
返さなければよかった。星に帰ることが私の定めなの。さようなら、ルパン。このまま宇宙の果てまで付き合ってみるも一興。ごめんよ。カイザルのものはカイザルへ、地上のものは地上へ。気分は爽やかだな。ルパン。なに、フジコちゃん。バック。あれな。いや、ケーラシャ。ほえ。どうだ、参ったか、ルパン。今度こそ貴様をしょっぴいて、東京へ。おい、お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 い、おい、ああ、あばよ、とっちゃん、お達者でお前さんたち、ルパンを待ってるのかい？ノー、ノーなしの銭形よ。カモーンよ。バベルの塔が崩れちゃった。いいじゃない、またロゼッタに探してもらおうでないの。76年も待てないわ。ルパン、私あなたにかける、うん、ブハた二人の恋演じてる。
ご存知インターナショナルルパン三世、最新作はその名もドデゲー、バビロンの黄金伝説。ねえルパン、あらフジコちゃん、今回のお目当て教えて。お目当てはそれだけは言えるんだよな。まあルパンだろ。というわけで今回もかわゆいフジコちゃん、それにニューヨークマフィアの小汚いハイエナども、おなじみ次元にごえもん。フジコちゃん、やっと二人結ばれたね。バビロン、これは縛られてんの。夏まで待ってて、バビロン。ご存知インターナショナルルパン三世、最新作はその名もドデケー、待ってました、バビロンの黄金伝説。ルパンファンの皆さん、お元気ですか。とっつぁんも元気です。なんちゃって、今回のルパン三世のっけから場所はニューヨーク。あのしつこいとっつぁんと銭ごっこ、いやだから鬼ごっこ。銭さんこちらっと。レオンのキスがはじけた。ねえルパン、今回のお目当て教えて。あら藤子ちゃん、決まってるんじゃないのよ。どんなお宝よりも僕には藤子ちゃん。ルパン、嘘を言ってもダメよその目。というわけでびっくり仰天、なんとあのとっつぁんに5人の美女がつき、ニューヨークマフィアの小汚いハイエナどもがお宝目当てに来るわ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 。さあ次元にごえもん頼むぜ。おい、伝説のバビロンの黄金を求めて4人の行方に何が起こる？謎のばあさまロゼッタとお宝の秘密とは？ルパン三世第三弾、バビロンの黄金伝説。藤子ちゃん、やっと二人しっかりと結ばれたね。バカン、これは縛られてるの。あら、そうなの？あ、見ろよ。Dr. Breckenridge! Open up! Don't give me that I'm not here routine again, Dr. Breckenridge! Oh my, what did you... Where to hide? You better answer me! Oh, cut it out, Doctor. I know you're in there. Now open this door. So you want to play games? Okay, my turn. Oh, no, Miss China. I'm coming. Not the door, Miss China. Not the door. Dr. Breckenridge, I presume. Why, it's Miss China. How do? You owe me rent, Dr. Breckenridge. I'm financially embarrassed. Perhaps tomorrow. Breckenridge, do we have to go through this every time I need money from you? Oh, no, no. I found sponsors eager to invest a considerable sum in my newest invention. A sponsor? You? But of course, Miss China, would an Englishman lie? You've got one day, Breckenridge. You're the epitome of kindness, an absolute gem. Don't butter me up. Never, Miss China. I, Breckenridge, truly believe it from the bottom of my heart. Swear to God. Believe you? How many times have I heard that one before? Doctor, we've got to have a serious talk. Come on, come and get me. I'll tear you apart.
the laws of physics. What's the matter? Was that it? Was that all your true power? Fine. Time to get serious. Our duel is not over yet. Now the real work begins. Forget her. Why bother? Quiet! I have you, Bao. I will sink you in the darkness of the underground. In the caves. Walken's uncontrolled psychic power has also smashed through the bedrock.